株式会社オフィス c e 2 1は主にテレビ番組の制作及びタレントフリーアナウンサーのマネジメントを行っている日本の企業。本社は東京都港区六本木三丁目。1963年に海老名俊則がテレビディレクターや優スケラ放送作家たちによるクリエイターオフィスとしてオフィス c e 2 1を結成。当初、放送作家のマネジメントを行い、 テレビ番組やイベントの構成企画、後に制作の業務も行うようになる。1964年に作詞家の悪友、演出家の福田洋一郎等が参加した。1968年には TBS 所属タレントだった高山久志やイーデス・ハンソン、ジン太郎の参加により芸能マネージメントへ業務拡大。1972年、銀座ナウの一曜日担当から、 テレビ番組制作へ本格的に関わるようになる。1979年に TBS を独立した久米広史アナウンサーのマネージメントを担当することになり、久米はオシャレ、久米広史の t v スクランブル、ニュースステーションを通じてオフィス21の顔となった。特にニュースステーションはプライムタイムに民放テレビ局が帯びでニュース番組を設けて成功したことも さることながらニュース番組にテレビ局外部の制作プロダクションが参入すること自体がそれまでのテレビ業界の常識を打ち破るものだった。1993年から2007年9月までシナモンオーダーマニアマーメイドコレクションというテレビショッピング番組による通信販売ビジネスを展開していた。元日本通信販売協会制会員。タレント文化人作詞家。 作曲家、アーティストタレント、文化人作詞家、作曲家、アーティスト、ありがとうございます。